はい、ブンカラです。今回もやっていきます。今回やろうと思うのはスライムの、出てくる場所、スライムの出てくる場所を調べたので、そこをね掘ってスライムをたくさん出現させてスライムボールをたくさんいただこうという、そういった動画にしようと思っています。でスライムのいるチャンク、場所を調べるにはスライムファインダーというサイトがあるので、そこに自分のシード値を入力して調べるのが一番早いですし、早いです、じゃあここで、高さが40以下じゃないとスライムが出てこないみたいなので、ちょっと一回ねこの辺40より上なんですけど、ここも含めて全部下にどんどん掘っていってやろうかなと思っております。露天掘りというやつですね。じゃあちょっとやっていきます。で、まあ多分結構時間がかかるので、カットしようと思います。時間はかかりましたが、なんとか岩盤まで掘りました。よいしょ。でね、最後ね、こう唯一ね出てきたダイヤがこれだけです。なので幸運で掘ってやろうと思ってツルハシ持ってきましたよ。ちょっと待ってくださいよ。この辺も回収して、そうだね、4ブロック幸運さんで、これ幸運さんのエンチャントがついてます。なので、まあ2個、8個取れたら嬉しいな。11個取れた。やった。こんだけ折って11個ってことはもう本当に嫌だ。嫌だ、本当に嫌だ。スライムが生まれる場所を作ろうと思います。で露天掘りちょっと初めてやってみたかったんでやってみたんですけど、実際に使うのはここから下です。ここから上は使わないです。あとはまあここに床を張ってやっていきます。で、ホッパーとか、水流を設置してトラップっていうのも作れるみたいなんですけど、今回は、ただただ湧く場所を作りたいなと思います。よし。でね、途中廃校とかもあったんで、ちょっと冒険もしたいなと思うんですよね。でこの周りの壁についても丸石のとこがあそこにもあるんですけど、徐々にねこの周りの壁も変えていきたいなと思ってます。よいしょ。でスライムが湧く場所っていうのが40以下なので、一番上をね39、座標39でちょっとやろうかなと思います。よいしょ。でね、ちょっと廃校があるんで、廃校の敵も倒しておかないとスライムが湧きにくくなるかなと思うんで、ちょっとその辺も考えてやっていきます。で、この高さは3ブロックずつ開けて、一番でかいスライムが3ブロック多分必要なんで、3ブロックずつ開けてですねやっていこうと思います。どうしようかな、横開けとくのもいいかもね。横を3ブロックこれも開けて、なるべくなら落ちるようにしてやった方がいいかな。そうしよう。でも湧く範囲が狭くなるか、まあいっか。本当なら周りを掘ればいいんだと思うんですけど、今回はちょっともう疲れたんで疲れたんでこれでいきます。またね広げれたら広げようかなと思います。よいしょ。いやでもなんかもったいないな。ここもったいないな、かなり。いや、とりあえず作ろう、これで作ろう、とりあえずね。
3ブロック開けて作ろうとりあえず。できました。これ上は消した、上は屋根作った方がいいんかな。これでねちょっと離れて24マスぐらい離れたら多分湧くと思うので、うまくいけばこれで湧くと思います。なんでちょっと離れて待ってみようかな。どのぐらいかな、24マスどのぐらいだろう。高さ24マスでしょ、どのぐらいだろうね。お、もう一番下に大きいスライムが生まれとるね。でね、ここも改良してもっと広く、もうこの穴全体湧くスペースなんで、まあここの周りをまだ掘り下げてやれば、まだまだ取れる効率が上がると思うので、それもやっていきたいと思います。ちょっと見てみようかな。あれさっきおったよね、どこ行ったし。ここ、あ、また落ちてきた。お、こうスライムの音してる。お、降りてきた。おお、やったー、成功だ。どんどん落ちてくるんじゃないか、これ。やったー、めちゃくちゃ落ちる。ここを多分ずっと掘ってったら家の真下のブランチマイニングの中央につながると思うんで、線路引っ張ろうかなと思います。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと規模は小さいですが、スライムトラップかなの作成でした。ありがとうございました。